どうも、マイクラ建築ピラーマクルです。というわけで皆さん、ポケモンというものはご存知でしょうか？まあ、アニメだったりゲームだったりカードゲームだったりとね、幅広く人気を集めてる超有名なコンテンツなんですけれども、まあ私もね、例に漏れず、ポケモン大好きでございます。もちろんね、アニメもちっちゃい時は見てましたし、ゲームもね、ちっちゃい時から今までもずっと十数年間遊び続けてて、最近ではね、ポケカもめちゃめちゃハマってます。そんなポケモン好きが高じて、私ね、マインクラフトで今まで色々とポケモンを作ってきたんですけども、今回はね、さらに特別なあのポケモンを作っていこうかと思います。まあ、ポケモンあまり詳しくないよって方も安心してください。今画面に映ってるポケモン一つも知らないよっていう方でも、このポケモンは知ってると思います。今回作っていくポケモンは、リザードンということで、まあ、なんで今回リザードン作ろうかと思ったかっていうと、2月27日はポケモンデーと言われてまして、ポケモンのね、赤緑が発売された日なんですよ。この赤と緑のどっち作ろうかなって思った時に、まあ、私子供の頃好きだったのがリザードンだったんで、今回はね、その記念すべき日にリザードンを作ろうということでやっていきたいと思います。もし皆さんの好きなポケモンがあったらコメント欄に書いてみてください。ちなみに私はエレザードとズルックが特に好きです。あまぐりチャンネルというわけで、まずこんな感じでプラグインを使ってね、体の大まかな形を作っていきます。まあ、この時点で細かい部分にこだわる必要はないんですけども、バランスだけはね、ここで決めとかないといけないんで、バランスが良くなるように何回もちょっと下がって全体を見て、またくっついて、ちょっと修正してっていうのを繰り返していきます。いきなり体の大部分ができててびっくりした人もいるかもしれないんだけど、もともとね、動画にする予定なかったんですよ。ただなんか作ってる途中に、あ、いい感じになりそうだなと思ったんで、一応動画にできるように録画しとこうと思って途中から録画しました。申し訳ないです。ただね、大まかなこの形を作るっていう作業は実際はもう本当に何回も置いたり削ったり持ったり削ったりっていうのを繰り返して、それっぽい形にしていくだけなんで、そんなに参考になることはないと思うんですよ。で、むしろここから先のなんか細かい装飾っていうか、細かい部分だったりとか、まあ、色の付け方とかだったりとか、そういうところが多分皆さん一番気になる部分なんじゃないかなと思うんで、前半部分がないのはちょっと許してください。もしね、こういうそもそもベースを作るときどうやって作ってるのって気になる方がいたら、こちらの動画とかこちらの動画とかがおすすめです。今回のリザードンなんだけど、もちろんね、クオリティも高いものを作りたいなっていうのはあるんだけど、時間制限がありまして、というのもね、冒頭に言った2月27日がポケモンデーっていうことで、2月27日中に投稿したかったんですよ。だけどね、私2月27日に動画投稿してて、その動画が動画編集ソフトがバグっちゃったりとかで、すごい投稿するのが遅くなっちゃったんですよね。だからまあ2月27日のゴールデンタイムっていうか、みんなが見てくれる時間に投稿するにはあと1時間半ぐらいしかないっていう状態で、もう超特急で作ってます。まあさすがに1時間半で作れなかったんでちょっと押しちゃったんですけど、だいたい2時間から2時間半ぐらいの間でできたんじゃないかなっていうところで、時短テクニックとかも詰まってるので、時短テクニックも参考にしていってください。腕とかね、そういう左右対称のパーツはもうコマンドでコピペしちゃいます。全く同じ腕にしちゃいます。こうすることでね、大幅に時間が短縮できるんで、こういうなんかバレなさそうだなっていうところはガンガンコピペ使って今回やっていくんで、コピペだっていうのがね、ちょっとバレにくくなるようにちょっとだけ細かい部分手を加えていきましょうか。まあこれやったところでね、別に建築詳しい人とかが見たら、あ、これコピペだなっていうのはバレるんだけど、でも全体的に見た時になんか両手が全く同じ形ってちょっと変な感じするじゃないですか。それがちょっとね、左右の形が微妙に違うことでコピペ感っていうか不自然感が減っていくと思うので、まあ時間があったらちょっとこう手を加えていくのがいいのかなと思います。そしたら今度ね、角みたいな部分を作っていきたいと思います。これもね、普段だったら私手で置きます。手で置いて細かい形を作るんですけども、今回ちょっと本当に時間ないっていうことで、こうツールを使ってこんな感じで角を作っていきて、そしてなんかちょっと不自然な部分とか細かい部分は手作業で修正するっていう感じですかね。まあ基本ね、ツールで作ってそのまんまっていうことはあんまりないです。ツール使った時は絶対細かい部分は手で修正するっていう、そこはセットでやるとね、クオリティに差ができると思います。ちなみに奥にちょっと見えてんのはヤムチャです。手作業でこうやって1ブロック単位の調整をしていきます。本当にこれで見栄え変わるからね。顔全体の調整ができたところで、ちょっとビフォーアフター見てほしいんですけど、左がね、プラグインとかコマンドとかを作ったざっくりのリザードンの顔の輪郭で、右が手作業で細かく調整したリザードンの顔です。こう見るとさ、右の方がもう圧倒的に生き物感っていうか、右見た後に左見たらちょっとなんか無機質な感じしません？っていうことで、こういう細かいね、手で調整するのは絶対大事なんで、ツール使えば誰でも簡単に造形できるんでしょっていうのは間違いです。ちゃんとね、手で細かく調整する能力が必要です。まあツールはあくまで時間を短くするためだけのものっていう感じです。さらにね、顎とかの形を整えていきます。こっから先はもうほぼ手作業かな。手作業8割ぐらいだと思います。口を作っていきます。とりあえず一旦この黒い羊毛で作ってみるんですけど、ちょっと黒い羊毛だと線が太すぎるかなっていう気がするんで、それはちょっと一旦置いてから離れて様子を見て調整っていう感じになってくると思います。やっぱりなんかちょっと線が太すぎる気がしますね。黒色の板ガラスとかも試してみたんですけど、やっぱりなんか線が根本的に太いんで、こういう感じでハーフブロックを使って線をね、半分ぐらいの細さにしていきたいと思います。そして裏側を黒色の色付きガラスで埋めます。めっちゃリザードンっぽくなったいいね。顔のパーツを作っていきます。一旦ざっくりとした形だけでパーツを置いていって、それで全体のバランスを見てみます。目はこの辺りで、次牙の位置、牙はこの辺かなぐらいの適当な感覚でとりあえず置いていきます。鼻の穴はこの辺りかな。目の細かい形を修正していきます。黒目を置いてボタンで目のハイライト。この時気をつけたいのが、造形って離れて見ることを想定するので、離れた時に見えなくなってしまうブロックは使わない方がいいです。例えばスケルトンの頭蓋骨を目のハイライトにするとかもありなんですけども、その場合離れたらスケルトンの頭蓋骨は消えてしまうので、こういう場合はボタンとかそういう消えないブロックを使うといいと思います。 OK、 かなりね、いい顔の形になってきました。翼を作ります。あらかじめ置いておいたガイドに沿って翼に厚みを出していきます。そしたら細かいところを微調整。全体を反対側にコピペします。かなりリザードンっぽくなってきたかも。今のままでもいいんですけども、いろんな色を混ぜることで爬虫類っぽい感じのドラゴンっぽい肌の質感が表現できるかなということで、今いろんな色を混ぜてます。そしてね、この混ぜる時のポイントなんですけども、ついでに影も作っちゃいましょう。影になってるだろうなっていうところは暗い色の割合を多めにして、光が当たってるだろうなっていうところは明るい色の割合を多めにすると立体感がね、出て良くなると思います。色塗りした結果こんな感じになったんですけど、ちょっとね気に入らないので、これ後でガラリとまた塗り直します。とりあえずそのまま次の作業へ。翼を作っていきます。ここもね、最初は下のガイドラインを作ってからその間を埋めていく感じでやっていきましょう。私結構神経質なんで、視野角がいつもと1違うだけでかなり気になっちゃいます。下のガイドはこんな感じ。あとはこれを埋めるだけ。埋めるだけって言っても平面じゃないんでめちゃめちゃ時間かかります。これこう自然な形でつながるにはどうやって埋めたらいいかなっていうのを考えながら頑張ってます。埋め終わるとこんな感じ。一気にリザードンっぽくなったよね。もともとリザードンっぽくなったけど、より一層リザードンっぽくなった。そしたら羽も反対側にコピペしていきます。ついでにね、色も塗っちゃいました。やっぱり影が入ると立体感が変わるよね。尻尾に火を作っていきます。確かね、人影とかリザードンは尻尾の火が消えると死ぬって言われてるんで、さっきまでのリザードンは死体でした。こっからね、命を吹き込んで生き返らせてあげましょう。こんな感じになりました。多分ね、どうせ翼とかで隠れて尻尾は見えなくなると思うんだけど、見えないところまでこだわるのが建築っていうところで頑張ってみました。ほとんど見えないね見えません。そしたら全体の形が完成したんで、改めてね、色を塗り直して調整していきます。さっきより良くなったんじゃないかな。リザードン完成。続いてゲームボーイを作っていきます。遠近法でゲームボーイの画面の中にリザードンが入ってるみたいな構図にしたいんですよ。だからリザードンから離れたところに結構大きめのゲームボーイを作っていきます。私はね、実はゲームボーイ世代ではなくて、ゲームボーイカラーとかだったら遊んだことあるんですけど、ゲームボーイはちっちゃい頃に友達の家で見たことある程度なんで、ちょっと画像とかを見ながら参考に作っていこうかと思います。こういう昔のゲームは昔のゲームでいいんだよね。なんか私はね、ゲームボーイアドバンスめちゃめちゃやってたんだけど、ゲームボーイって SP っていうシリーズが出るまではバックライトがなくて、暗いところではプレイできなかったんですよ。画面が光らないの。だからなんか車の後部座席に乗りながらやったりしてて、でこう街灯が近づいてきた時だけ窓に画面近づけて操作して、街灯が離れてったらもう画面見えなくなっちゃうみたいななんかそういう不便さも含めてね、ちょっとなかなかいい思い出だなっていう感じの印象があります。ぜひね、ゲーム好きな方がいたら昔のゲームとかもやってみると面白いと思います。不便さがまたね、味みたいな感じで楽しいんだよね。建築に戻って、文字はちょっと再現するの大変なのと、旗を使うとね、遠くから見た時に消えちゃうので、こういう感じでちょっとフェンスとかを置いて文字っぽく見せます。実際読めないんだけど、それっぽければいいでしょうということで、こういう感じでね、大きいものを作るときは文字を適当なフェンスとかで形作るっていうのをよくやります。そんな感じで完成したポケモンデー記念建築がこちらです。3、2、1、どうぞ。いいんじゃないの？建築時間がね、全部で2時間から2時間半とかにしてはかなりね細かいところまで作り込めていいものができたと思います。やっぱりね十数年も前からずっと見て慣れ親しんだものだから作るのも結構ね作りやすかったです。改めてリザードン単体をちょっと見に行ってみるとこんな感じで大体ね肌は3ブロック4ブロックぐらいを組み合わせて作りつつ、影になりそうなところはちょっとね色が暗めでサイドが低めのものを置いてっていう感じで全体的に濃淡とか立体感を出していきました。個人的に結構うまくいったなって思うのは顔かな。表情とか顔の形とかが、手作業で何回も調整しただけあってすごくね、リザードンらしいいい形に最終的にまとめれたかなと思います。最後ねもう一度下がってみるとこういう感じ。あまり細かすぎるパーツを使ってないので遠くから見てもパーツが潰れることなく表示されてるのが分かると思います。いやー我ながらいいね。いつも私建築して自画自賛してるんですけど今回もね結構自分で気に入るものができたんじゃないかなと思います。こちらね動画投稿は遅れちゃったんですけどツイート自体はね2月27日ポケモンデーにツイートできたっていうことでこちら現在2000いいね以上もらってるのかな。ぜひぜひねツイートの方も見てみたい方はねツイッターチェックしてみてください。これからもねこういった大きめの造形だったりとかガチ建築いっぱい上げていこうかと思うので面白いと思った方はぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。またねー、バイバイ。